ループ11ですね。はい、始めましょう。今回は運が良かったみたいだ。ループの視点でアリザと会えるのは久しぶりだね。少なくとも私にとってはだけど。せっかくだから情報交換しておこうか。さあ、アリザの鍵を出して。鍵？鍵とは何のことか聞いた。あ、もしかして初めて？いや、ごめん。だったらアリザはただ鍵を出したいと考えてみて。鍵を出そうと考えてみる。うん、それでいいよ。あ、なんか前も出してたね、説が。この鍵には今までのループで経験した事象が刻まれている。それを触れ合わせることでお互いの経験を共有できるんだ。ジョインデータが更新されました。データ参照から確認できます。あ、俺守護天使じゃん。へえ。議論や会話をして誰かのことを知るたびに相手の能力値は少しずつ上昇していきます。特記事項が更新されると大幅に上昇します。初めて勇敢、やや潔癖気味な性格。SQ 快楽主義的でいつも楽しい、本心を見せない。ラキオ、知性至上主義者、意外と演技もうまい。ステラ、穏やかな物腰で優しい性格、やや論理派。シゲミチ、優しく前向きな性格、妙なカリスマ性がある。まあ、わからんでもねえな。正義感、責任感が強く真面目、やや論理的。シピ、欠点のないバランスの取れた性格、勘が鋭い。あ、シピも勘が鋭いんだ。コメット、とにかく野生の勘がすごい。嘘はとても下手。ジョナス、平均的に能力が高いが、それを感じさせない。ダメにしか見えないってことじゃん。ククルシカ、勘が鋭く気持ちの赴くままに行動する。なるほどね。仲の悪い人ジョナス。まあこんなとこかしらね。11回目のループなんでね。ふふ、私の方が随分先輩だ。それにまだ鍵が体に馴染んでないのかな。状況設定が機能してないみたいだね。時間が経てば回復してくると思うけど。説はアリザ以上にループしてるってことだ。こんなところかな。ああ、ジョインデータを確認しておいた方がいいと思う。ループの記憶を保持してるのはアリザと私だけ。ああ、やっぱり説とアリザだけなんだ。だけど他のみんなもループごとに性格まで変わるわけじゃないんだ。個性を把握しておけばそれだけ生存率は高まるだろうから。そしてただ生き延びるだけではなく、アリザ、私と一緒に探してほしい。なぜこの世界は繰り返されるのか、どうしたらこれを終わらせられるのか、その答えを一緒に探そう。ふふ、ありがとう、そう言ってくれて嬉しいよ。とはいえ私たちにできることは限られている。それぞれの状況、それぞれの役割でベストを尽くすべきだろうね。そう、今回ならばアリザは守護天使として勝利を目指してほしい。今回のあなたは守護天使です。毎晩一人だけ指定した人物を愚弄者から守ることができます。私も愚弄者の一人としてやるべきことをやるから。それ明かしちゃうの？話し合いが始まった。セツは自分が愚弄者だと言っていたが、この回面白そうだな。本当かどうかは分かんないね。なんとなく怪しいのはステラかな。あ、ほら目が泳いだ。これ先に
宣言されちゃったらどう動けばいいんだ。え、今私は L ですって宣言されたライト君みたいな心境なんだけど、どうしたらいいんだこれ。ちょっと様子見よう、もう一回。もしかしたら SQ が怪しい。うん、ちょっとわかんないねそれは。うん、SQ は、うん、SQ 結構みんなかばってくるね。ククルシカが説に乗ってきたから、もしかしたらククルシカグノシアかもしれない。 AC 主義者かもしれないけど、うん、ちょっと乗ってみようかな。乗ってみよう。ラキオ、ジョナス、様子を見る。それ聞きたかったね。説か。説疑っていいのかなこれ。説が本当にグノーシアならば、ジョナスがエンジニアだよね。しか怪しいな、そうなってくると。ラッキーオも怪しいか。難しいね。説を疑ってみようか。行こう。この状況だとククルシカを固める、凍結させるのが一番無難かな。あれ、ステラ行っちゃう？ステラ行っちゃいます？じゃあな。しようかな。誰かに会っといた方がいいな。コメント。初めての守護天使ですね。まあ説が本当にグノーシアであれば、じゃあジョナスをかばっといた方がいいかな。ジョナス。おっと、コメットが死んだ。待って、今回ドクターいる？ドクターいるね。ドクターまだ名乗り出てないね。報告を求める。誠実な技術者として包み隠さず報告しよう。茂道はグノーシアではありえない。ただし機械に分かるのはそこまでだ。ククルシカは少なくともグノーシアじゃない。あ、ククルシカはグノーシアですね。発言する、疑う、ククルシカ。悲しむ。これはやばいな。ちょっと分が悪いですね。なんでお前さっき乗ってこなかったんだよ。同調します。説を疑っとこう。あんまり、おお、なんだ、
そうそう、俺ドクターなんだけどさ、コールドスリープしたステラ調べたらグノシャ。おお。2日目以降に名乗り出た場合、過去の調査結果をデータ参照内のエンジニア報告およびドクター報告で確認できます。おお。ステラはグノシアだったか。まあそれも確定ではないけど、でもドクターが他に名乗り出なかったってことは、まあ茂道はドクターで合ってんのかな。でステラはグノーシアだった。でジョナスがエンジニアで、セツがグノーシア。じゃあククルシカは AC 主義者かなっていう流れになりそうかな。様子を見る、発言する、疑いに同調する。うん、ククルシカあんまりつくと多分あのスキル可愛げが高いから、多分ステータス的になんか他のやつの反感を買うみたいな感じになっちゃうのかね。投票始めよう。悪いけどここはクルシカにぶち込んで、はい、さようなら。うん、よし、いいいい、うん、まあなんとなくこの流れを作りたかった。したら、茂道にククルシカを調べてもらいたいよな。ジナ S 級、仲のいい人、せつ、仲のいい人せつなの、ちょっとやばいな。ジョナスのとこ行こう。ジョナスいないじゃん。ちょっと茂道のとこ行こう。どうしようかな。ジョナスを守るか茂道を守るか。茂道守っとこう。あ、まあそうきますよね。じゃあドクターちょっと報告頼むわ。あ、クルシカはグノーシアじゃない。あれ、報告を求める。あ、そうか、説か。うん、まあお前だって俺が守護天使っていうのは知ってるもんな。疑う、あ、いや、ちょっと待て、様子見る、信じてみる。おー、え、ちゅ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 、よし、加わろう。なんか下手に動けねえな。同調する。お前らなんでそんな説をかばうんだ。あ、様子を見る。S 級別に疑わしくはないかな。まあスルーでいいかな。なんか下手に動きたくねえな。さっきじゃない、前回ね、凍らされちゃったんで、なんかちょっと下手に動けなくなっちゃったな。 S 級？
なんで今 S 級つつかれてんだろう。説。お、ラキオが乗ってきたな。どう動くかな。まあとりあえずもう説入れちゃおうかな。おお、 S 級いっちゃう。いや、これ多分あんまり良くない流れだと思うな。ジナどうだろうね。どうしよう。茂道。あ、シピやられたか。報告して。じゃあとりあえずね。ジナは少なくとも愚弄しないでね。この話はどうにも信用できないな。ドクター。ほら、やっぱ S 級は別にそうでもなかそうじゃなかったんだよ。ジナ怪しくね。お、ラキオ乗ってくるね。様子を見る。いや、ダメだ。あいつが反対しなければ僕が知りたさ、そもそもジナの言うことなんて聞く価値あるの？ほうほうほう。重道が何にもコメントしないな。ちょっと一旦様子見ようかな。おっ、ちょ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 。お前に弁護されるのちょっと意外だけど、まあうん、ここはジナをついてみようか。様子を見る。ありがとう。お前グノーシアだけどな。お、そうきた。まあいいや、ちょっと状況わかんないけど、とりあえずここは、せつか、ジナか。今の流れだとジナ入れられちゃうけど、でもこれどうだろうな、わかんねえな。せつ、せつ、ジナ。むしろジナがいることで動きづらくはあったよね。お、ラキオ。うん、ありだね。仕方ないか。選択の余地もさほどないしね。とりあえず君にしておくとしよう。はは、よかったね、ありだ。君は幸運だよ。この僕と手を組めるんだから。ああ、これは協力しといた方がいいでしょ。まあ今後は僕の判断に沿って動きなよ。僕が示した相手を疑い手を入れるだけ。ははこれなら君にもできるだろう。ラキオを狙ってきてくれると助かるけど、どうだろうな。重道の方が狙うかな。ラキオ、よし、これで勝ったな。ジナだけどグノーシアじゃなかったぞ。まあそうでしょうね。ラキオは少なくともグノーシアじゃない。それも俺、俺は人間って言ってんだろうかな。いやー、もう説を疑ってつっついていくしかないでしょ。お前、
しげみち、お前分かれよ、いい加減。うん、様子見よう。え、そこに乗ってく？そこは弁護しよう。かばう。しげみち。もう、まあ、いいかな。様子見とこうか。うん。同調する。うん。よし。これで多分、説は凍結させられるだろう。おそうきた？まあ、でも、ここは。あ、でも、説と茂道が敵対してくれれば、もうやりやすいよね。そんな景色でしょ？そうそうそう。投票始める。まあ、五節。ん？え？決選投票で同率になっちゃったらどうなんの？やれやれだ。このまま再投票を繰り返すほど君たちもバカじゃないだろ。投票中断。え？全員冷凍する。まだ誰も冷凍しない。え？様子を見る。はあ、今晩はここらでやめよう。僕はそろそろお眠の時間だよ。ちょ。ああ、全員冷凍しちゃった方がよかったかな。全員冷凍するって、自分含めて全員ってこと？どうしよっかな。しげみち、しげみち、おい、もうやるしかねえぞ。いや、しげみちグノーシアじゃねえ。いや、でももうこれ疑われたから、もう俺としげみちで攻めるだけだよな。ありがとうね。もう今さらどうにもならんぞ。お前何言ってんだ。いや、お前な、疑われてんのお前やぞ。どっちなんだ。様子を見る。ありがとう。お前何言ってんの。これどういう状況。同調はするよ。まあこれで決まるやろ。まあ説に2票入るはずだけど、俺に入る可能性もなくはないよな。まあこうなるわな。ありだ、次はもっといい形で会えるといいね。それじゃあ、そうだね。じゃあな。よし。よし、なんとか勝ったぞ。ギリギリだったな。グノーシアいなくなったんか。ってことは、ありだ、お前グノーシアとかじゃなかったな。疑ってすまんかった。せやぞ。ナイスファイトだったぞ、アリザ。そして、ナイスファイト、俺。このセリフ好きだわ。はい。じゃあ、内訳を見ようか。やっぱステラグノーシアだったんだね。まあ、そうか、あれが、見た時そうだったね。コメット AC 主義者。コメット。ごめんね、くくるしか全然普通の乗員だったんだ。ごめんね。すげえ疑ってたな、最初。ジナも何にも関係ない普通の乗員だったね。いやー、今回長かったな。やっぱ人が増えてくるとね、日付がね、伸びちゃうからね、何日目みたいなのはね。まさか決選投票で票が割れて投票中断にまでもつれ込むとは思わなかったけどね。まあでも、こういうこともあるんだなっていうのが分かったね。
誰かが嘘に気づいたりとかはしなかったのかな。まあちょっと長いんであんまり細かくは見ていかないですけど、こんな感じでしたね。ああ、まあなんとか勝ちましたね。はい、じゃあ今回はこの辺で、また次回お願いします。